だからもっと聞いてもらってます。はい、この曲には大分県のキングさん、群馬県のハッピーランドさん、北海道のシタッケマン51さん、他たくさんの方からリクエストいただきました。ありがとうございます。でこの曲は愛子さんにとってどういう楽曲ですか？この曲は大好きな曲です、うんうん、そうですね、なんかあの男の子の目線で書いてるので、うん、あの私は女子なんで、うん、やっぱ男子目線から曲を書くといつもちょっとなんか素直になれるんですよね。どうしてだろう？多分男の子になったことがないから、あの女の子のいろんな毒なところとかこう黒いところは私たくさん経験してるし知ってるけど、男の人は知らないので、あの純粋に思いだけをこうなんか書くことができるというか、ピュアな感じで届けるというか、そう言葉にできることができるんですよね。なぜか当時のじゃあこのもっと生きた時はどういう心境でしたか？はい、あ心境、曲ができた時ですか？うん、できた時はもうすごいめちゃめちゃ嬉しかったです。あできたと思ってすぐにあのプロデューサーに聞いてもらって、であのすぐレコーディングして形になりました CD に。愛子さんのもっと聞いてもらいました。はい、さシングルコレクション愛子の歌の初回それからしたっけ51さんは Z 札幌で一目惚れして愛子ジャンキーになり、この曲が好きになりましたといただきました。35枚目のシングルダメな私に恋してくださいの主題歌もっとお届けしました。私はこのもっとに収録されているカップリングの半袖っていう曲が本当に大好きで、そのこの頃にはもう半袖を着ているんだろうなっていうその時の経過をそのように表現するもう歌詞が本当に好きで、これもカップリングベストに入れてほしかったって愛子ちゃんに言ったぐらい好きなんです。でもあの愛子ちゃんの曲はカップリングの曲はアルバムに入っていないので、ぜひシングルもっと探してカップリングも聴いてくださいとね。まあもう本当にこのように愛子の歌に皆さん、そしてちかちゃん、こんにちは、あいこです。お元気ですか、ちかちゃん。今日はちかちゃんがですね、あのキヨピに代わって放送されてるということで、あのちかちゃん頑張ってね。もう本当にあっという間にね、あの2019年も半分が終わりかけ、もうあっという間でびっくりしてますけれども、あ、そっか、言語が平成から令和になったんですよね。そうだ、あのあれでしょ、平成であの離婚して令和で結婚する人も多かったんですよね。令和のタイプ令和婚っていう人がすごく多いとか、ね、いろんなニュースを見ましたけど、私は何をしてたんですかね。あの平成から令和にかけてはあの東京はね、なんか渋谷駅とかがすごいあのパーティーになってましたけど、私何してたっけなっていう記憶がないぐらいあのじっとしてたと思うんですけど、上半期はですね、あの上半期トピックスは2つあるかな、あのアリーナツアーをできたことと、そして愛子の歌というアルバムを発売することができたのが、あの個人的にとても大きなあの上半期のですね、すっごい楽しかったんですよね、あのライブが、去年の、去年からずっとあのツアーをやっていて、ラブライクポップ20というホールツアーをやって、その後にあのその後とか間にあのラブライクアロハというフリーライブを行って、そして、今年の頭にラブライクポップボリューム21というアリーナツアーを行ったんですけど、もう久しぶりにこう体中がこんなに気持ちよくボロボロになるなんてって思うぐらいに、とても楽しい時間を過ごすことができました。なんか燃え尽きるってこんなことやねんなって思ったんやけど、でもすぐにあの寝て起きたらまたやりたいってめっちゃ思いました。そしてアルバムも、6月の5日にシングルコレクション、愛子の歌というのを発
売しました。これはファーストシングルの明日から去年発売になったストローという曲まで全部両 A 面も含めて42曲、そして、カップリングの曲を入れて14曲プラスして56曲入った。56曲ってちょっと多いですよね。それで初回限定版は DVD がついていて、それはアイコの初めてのスタジオライブというスタジオライブの収録4曲ついてるんですよ。だから全部合わせると60曲なんですよ。うわー、60曲すごいですね。でもね、これが私の21年の人生全てなんです。なので今年の2019年の上半期は本当に大きな自分にとってのトピックスができました。皆さんにどうしても聴いてほしいアルバムなんで、聴いてってください。よろしくお願いします。そしてですね、今度ね、6月の17日の月曜日午後10時からアルファステーション28th アニバーサリースペシャルプログラムコレクションズをオンエアいたします。 28th、 もう初めて言ったかもしれへん。そうやね、これをね、6月の17日の月曜日に午後10時から放送するんです。なのでぜひと皆さん聞いてください。もういろんなお話をたくさんしています。もういろんな話です。ガチャガチャする話からもうブラブラする話まで全部いっぱいしてるんで、本当に聞いてやってください。よろしくお願いします。ではですね、ここで1曲お届けしたいなと思います。6月の5日にリリースになりました、アイコシングルコレクション、アイコの歌からラブレターを聞いてください。以上、アイコでした。チカちゃん頑張ってね。じゃあまたね、バイバイ。アイコの歌、6月5日発売、ナウオンセールです今。じゃあね。